小熊座小カブの駅は木造の簡素な造りで今まで見てきたどの駅よりも小さかった無人の改札口を通り過ぎ小さな木の椅子や薪ストーブが置かれた待合室を通り抜ける駅を出ると砂利が敷かれた申し訳程度のロータリーがありそれ以外はほとんど草むらだった小カブはトマーゾの故郷にそっくりだった 二人はロータリーから続く砂利道を進んだ。やがて長い下り坂に差し掛かったところで、この街の前景が一望できた。古びた家々がまばらに並び、その間を縫うように細い道路が横たわっている。思ったより小さな街で、端から端まで歩いても一時間ほどだろうか。そして何より、 坂をまっすぐ下った先、集落を通り過ぎたあたりに海が見えたことで、トマーゾは喜び、歩みを早める。ヨハンもそれに続くが、どこか物うげな顔で、言葉数も少なかった。坂道が下りきったところの大通りで、大勢の人々が並んで歩いている行列に出くわした。みんな黒い服を着ており、 互いに話すわけでもなく、ゆっくりと歩いている。壮烈だ、とトマーゾは気づいた。さっきまでの思い出に浸った心地よい気持ちが途端に沈む。ヨハンを振り返ると、こっちだよ、と壮烈が続く小道にトマーゾを促した。列は海沿いの一軒の民家まで続いていた。 線香の香りがして、人々のすすり泣きが聞こえてくる。開け放った広い玄関を人々の間から覗き見る。奥の部屋に白い布で覆われた祭壇があるのがかろうじて見えた。祭壇の前には棺があり、そこには数人の老人がしがみつき、声を上げて泣いていた。トマーゾは意を決し、 人々の間を縫って玄関をくぐるいくつもの鳴き声が一層はっきりと聞こえてくる祭壇の部屋へ進むヨハンもトマーゾに続くさっきは見えなかったが部屋の中は数十人の人々が床に座り込んでそれぞれうなだれて悲しみに暮れているトマーゾはこの部屋に充満する悲しみに 一つの予感が浮かんだ。途端に鼓動が早くなり、助けを求めるようにヨハンを見る。ヨハンはやはり言葉なく、優しい微笑みを浮かべているだけだ。恐る恐る祭壇の方に体を向ける。祭壇の中央に遺影が飾られている。その遺影の中に、ヨハンが同じ顔で微笑んでいた。 トマーゾはヨハンを振り返るだがそこにヨハンの姿はなかったトマーゾは床に突っ伏して涙をこらえることができなかったもはやこの家をこの町を覆う衆傷の一部となって泣き叫ぶしかできなかった涙で歪む視界の中きつく握りしめた拳に生えたつぼみがゆっくりと花開き 黄色い花が咲くのが見て取れた。同時に全身に激しい痛みを感じ、体中から美容柳の花がいくつも生えてくるのを感じた。いよいよ諦めの花をたたえた悲しみの石暮れと化して、激しい道国のさなかを思う。夜の向こうに何があるのか、トマーゾはそれが知りたかった。